続いては予選7位のクロエ・メーグレー選手、フランスの選手です。このように今スタンディングからフロアの間に回転を入れましてね、非常に難度の高い技が増えてきました。女性とは思えないようなパワフルな動きですね。見るかにたくましいですね、はい、どうでしょうか。この辺のリープも非常に足の伸びも十分で高さもありましたね。これはレッグサークと言いますが、大きく回ってすぐワームのプッシュアップに入っています。非常に動き一つは難度も高くて正確だと思うんですが、はい、どうもこう音楽に対してノリがないというかですね、動きだけを追いかけているように見えますね。この技のつなぎはどうでしょうか。まあ、非常にいいと思うんですよ。ただエアロビックの場合は表現スポーツとしてこの音楽をベースにして動きがこう繰り出されるというのが見どころですからね、難度の高い技だけではやっぱりいけないんですね。リズムに乗って動いているという感じはするんですが、なかなか音楽とは合わない。その音楽のリズムにもうシンクロするというか、タイミングだけじゃないんですよね。非常にあの気持ちの持ち方もあるんじゃないでしょうか。後半部分になってきてもまだ高難度の技を持ってきていますね。ですね。足の動きが非常にシャープで綺麗ですね。これがハイキックですが、はい、特に左足でしょうか、足の上げが弱いですよね。状態もぶれていたと思います。エアロビック歴が1年ということですが、体操のバックグラウンドなんじゃないでしょうか。難度の高い技は非常に決まっていますが、肝心のエアロビック的なベースの動きのところが一つ、どうもこうリズムが外れてしまうように見受けられます。そういう意味ではこれからが楽しみな選手かもしれませんね。今のスプリットのフロアも